話しがいうさぎのいい子ちゃんです。菜の花が大好きでパクパクと食べています。菜の花をおでこにつけると噛みついて食べますね。本当に菜の花が好きみたいです。私の父親が菜の花を高いところからいい子ちゃんに食べさせようとしています。将来サーカス団にでも入れたいんですかね。おでこに菜の花がついた状態でも全く気づいていないようですね。本当に美味しそうに菜の花を食べています。昔犬を飼っていたことがあるんですけども、食事中にちょっかいを出すと犬が怒ってすごい吠えたりとかですね、場合によっては私の手に噛みつこうみたいな感じの時があったんですよ。でもウサギの場合っていうのは特に食べてる時にですね、なんか頭を撫でてあげても特に怒らないですし、逆に撫で慣れながら食事をするという時もありました。まあ、今ねこうして父親が菜の花を高いところからまた食べさせてはなんかいろいろとちょっかいを出すみたいな感じでやってるんですけども、ね、特に逃げることもなく一緒にねそばで食べてるという状態なので、まあ嫌がってるわけじゃないのかなと思います。たださすがにですね、一番好きな、なんて言うんでしょう、大好きな食べ物を自分の口でこう奪い取った時はですね、どこか遠くに離れて逃げていって、なんかもう妨害されない場所を確保してからそこで食べるみたいな、そういうウサギの習性といいますか性格というんですかね、そういうのもあるみたいですね。まあでも菜の花が本当に好きだっていうことで、もう本当にですね、もう毎日のように今食べてるんじゃないかなっていうふうに思います。いやーもうねだりますね菜の花を。で菜の花に関しては、その揚げすぎるとお腹を壊してしまうとか下痢になってしまうとかいうのはありませんでしたので、まあ、特に問題ないのかな、まあ、好きなだけ食べさせてもいいのかなとは思いました。まあ、あくまでうちのいい子ちゃんの話なんですけども、やはり何でも食べ物そうなんですけど、揚げてみて例えばその量が多くなるとそのお腹を壊してしまったりとか体調が悪くなってしまうというのであれば、ちょっと量はきちんと調節する必要があるのかなとも思いますね。まあ、でも私も花はもう小学生の頃に花を取ってなんかちょっと蜜を吸うみたいな、なんか今思うとちょっとそれ汚いなって思ったんですけど、それをやったことがあったので、やっぱり花自体甘いんですかね食べると。だからまあそういう意味ではウサギって、まあ、そういう、まあ、野菜でもね甘みを感じるってありますけど、なんかそういう味覚というか好き嫌いっていうのもはっきりしてますし、やっぱり自分があんまり好きじゃないけどもお腹が空いてたら食べるっていう食べ物は、まあ、本当にお腹が空いてる時は食べるんですけども、まあ、満腹になると食べないんですね。だけども満腹の状態でも自分が大好きなものがあるとブワッていって食べちゃうっていう、だからやっぱりそれって人間と同じですよね。そのケーキは別腹じゃないですけども、甘いものは別腹じゃないですけども、なんかそういうのって人間と同じなのかなというふうに思いました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。